こちらでは精霊も研究の対象にしてるのね。ああ、マナをエネルギーとして利用するのには精霊自体を研究する方がいいのさ。興味深いわ。精霊という存在はどう誕生してどう世界に影響を与えているのか。コリンは精霊の研究には反対。あら、どうして？どうしても。コリンは実験の段階でいろいろ辛い思いをしてきてるからさ。そういえばコリンは人工精霊なのよね。興味深い。やば。ずらかれ。ああ、お待ちなさい。Thank you.
ウラトス。コレットを連れて行くつもりか。街中でお前とやり合うつもりはない。お前の腕ではまだ私を倒すことなどできないだろう。バカにするな。事実を言ったまでだ。再生の巫女、生きたいと思うのならその出来損ないの要の門を外すことだ。嫌です。これはロイドが私にくれたものだから絶対に外しません。バカなことを。あいつコレットを狙ってきたわけじゃないのかな。しかし偉そうなやつだな。すかした喋り方しやがって。あんたはその下品な喋り方直した方がいいんじゃないの。それよりロイド、そのケイトという人のところへ行かなくては。そうだな、急ごう。
昔はこのガオラキアの森も普通の森だったんだぜ。そうなの。ところがある日盗賊が盗んだ財宝を森の奥に隠してんだ。財宝か。どんな財宝なんだ。時価数十億ガルドって宝石だよ。でそいつを狙ってくる連中を片っ端から殺していったんだ。いや、残酷。いつしか森は血で汚れて、殺された人々の怨念が救う呪われた場所になった。うわ、マジ？またどうせからかってるんでしょ。今でも森に入ると盗賊の幽霊が旅人を殺そうとするんだ。そして盗賊に殺された人々も仲間増やそうと。うわ、今時こんな話三歳児だって信用しねえって。容赦は。
しなくてよ。させません。早く帰りましょう。Thank you.
調査開始よ。援護するわ。ハッピー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 。プレセアの斧は無敵だな。何も聞こえないけどな。コレットは天使としての聴覚機能をまだ持っているのね。やっぱり足音です。あと鎧の音、たくさんいるみたい。あっちから聞こえるよ。まずいな。あっちはアルテスタが住んでる方だ。まさかさっきの連中の仲間か。コリンを偵察に向かわせるよ。メルト教の下水道にいたやつだ。次から次へと強行のやつ。そんなに俺様が邪魔かっつ。私はお前たちと戦うつもりはない。その娘と話がしたいだけだ。プレセアと？冗談じゃない。僕らの命を狙ってたくせに。他の者たちは知らないが、少なくとも私はお前たちの命など狙っていない。私が命じられたのはコレットという娘の回収だ。私？今はお前たちに危害を加えぬ。プレセアと言ったか。その娘と話をさせてくれ。エクスフィア、お前も被害者なのか。プレセアが危ない。何が何だかわからねえけど、とりあえずあの男を止めよう。来るか。ならばやるしかあるまい。切り裂け、エアスラスト。フィールドバリア。レッセージ。
どうやら事情がありそうね。捕虜にしたらどうかしら。いろいろ話も聞けそうだわ。シーナ、たくさん兵士がいた。みんなこっちに向かってる。急いで逃げて。コレットの耳は正確だね。足音どんどん大きくなってる。まずいんじゃねえのか。でもこのまま戻ったって強行騎士団がいるだろう。仕方ない。瑞穂の里に案内するよ。おいおいおい、シーナ、瑞穂の里は外部に秘密の隠れ里なんだろ。だけどこのままじゃ挟み撃ちだよ。里に逃げ込むしかないだろう。そうだな、頼むよシーナ。じゃあゼロス、そのでっかい男を運んどくれ。俺様が？こんな大男、俺様一人で運べるかっつう。私手伝うね。ゼロス一人じゃ大変だもの。コレットちゃんは優しいな。同じ巫女同士だもんな。うん、そ思ったより軽いみたい。私一人で大丈夫だよ。そう、昨今の男性と来たら。ほらとっとと行くよ。